拉致問題、そして弾道ミサイル発射等の挑発的行為に対処する上では、韓国との関係は極めて重要です。しかし、日韓関係は旧朝鮮半島出身労働者や元慰安婦をめぐる問題で冷え込んでおります。東京オリパラでも選手村の食事について福島県産を食べないように指導するというあってはならない理不尽極まりない行動も見られたところです。関係改善のためには韓国側が旧朝鮮半島出身労働者や元慰安婦をめぐる問題を解決するための行動を取る必要があります。しかし、韓国の地裁で日本企業の資産売却命令が下されるなど、1965年の日韓請求権協定で解決済みにもかかわらず、国際法を無視する対応が続いております。岸田総理は外相時代、タフな交渉の末、慰安婦問題日韓合意で最終的かつ不可逆的に解決されることを確認するというところまで至らせました。総理となられた今、我が国の原理原則を曲げることなく、毅然とした態度を取り、日本企業の利益を守ることを大前提に、日韓関係を再び未来志向のレールにどのように戻していくおつもりでしょうか、お伺いします。日韓関係についてお尋ねがありました。北朝鮮への対応をはじめ、地域の安定にとって日韓、日米韓の連携は不可欠です。日韓関係は非常に厳しい状況にありますが、このまま放置することはできません。国と国との約束を守ることは、国家間の関係の基本です。日韓関係を健全な関係に戻すべく、日本の一貫した立場に基づき、韓国側に適切な対応を強く求めてまいります。